はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。本日はですね、アサルトエピローグダンジョン、このびっくりマークのついているイベントを行いたいと思います。アサルトバトルが終わって、いよいよ最後のダンジョンですね。で、下にある謎滞在ダンジョンのともコラボをしております。という内容ですね。さあ、ミッションを確認してみましょう。特にボスを撃破すれば OK です。さあ、どうかな。お、でかい。メリオダス。で、ナーツの滞在の登場人物ですね。コラボの限界で、夏を滞在の登場人物が直接倒すと、まあ、セブンスリバースじゃなくなっちゃう。まあ、一人は仲間にできたりとか、期間中仲間にできたりとかだったら、面白いんです。面白いかもしれないですけどね。ノンプレイヤーキャラクターみたいな形で。お、元世界戻る。そうですね、イベントダンジョンの場合、だいたいその元世界戻るためのホールがあるというのが、まあ、エピローグで多いです。さあ、これが倒さないといけない相手ですね。おっと、すぐに敵の名前が消えてしまった。ここは改善の余地ありですね。まあ、その場合はスタミナ消耗して再度チャレンジできるんだよという内輪ネタを。さあ、エピローグチャレンジです。結構この相手強いはわけないですよね。あっさり倒しました。3100敵ってびっくりしましたね。なんだこの雑魚と。パワーストーンの5個を手に入れられます。いいですね。どっからビーム来たんだよ。お、アナです。豚の帽子手。わしにもわからん。全然わからん。はい。なんで？結構変な音しますね。おや？
リタニア。窓、たまに行かないと窓じゃない。この穴閉じちゃうんじゃないの？あー、そうだった。このマリウスと確か登場人物を一人がいい仲になるんだったっけな。行こう。消えた。ああ、マーリンも。さあ、これで、これであとキングとディアンヌが残るのみか。あばらなんとかだ。ああ、全員消えちゃいましたね。というわけで、まあそうですよね。あのマリウスやサラはセブス・リバースの主要登場人物。向こう世界に行ったら話がこんがらがっちゃいますからね。ん？あ、そうだ、残ってた。相当のエネルギーを使わざるを得ないみたいですね。ドレッド。おーほー。こいか。お、カッパ。というわけで終わりということですね。こんなお話でしたということになります。とアサルトバトルしなくていいんだ。ぬいぐるみもらっときましょうか。ニューアビリティがあるのか。やめときましょう。いくか。ちょっとあの苦労します。多分 何回か復活させるとは思いますが、17番ってすごいな。なんだ俺。
やりますね。強い。ニョッキーさん、ナイス。さあ、少しずつスタミナを配っていきます。おお、なんか攻撃が防がれてる。また回復です。これが結構強力なんですよね。あ、早い、遅いか。やられましたね。あと4万。さあ、3万台になりました。お、ここは防いだ。倒しました。結構もらってますね。オーブを。多くいただきます。こんなのもありますね。しときましょうという。とこですね。はい、
してボーナスもいただいて、ということをどんどんやっていって、さあこれはやっぱり重いんで、ランク5になると難しくなるんですよね。ちょっとこれだと簡単なんですけど、通しました。というわけで、セブスリバースやっていきました。説明欄に、私がやってますブログやツイッターのアドレスを記載してますので、よろしければ見に行ってください。チャンネル登録窓の方、よろしくお願いいたします。またですね、動画の最後の20秒で流します、関連動画、関連プレイリスト、こちらもよろしければアクセスお願いいたします。セブンスリバースでした。ゲーム動画でいこうでした。